今日のガヤガヤは富谷市成田にある中尾さんに来ております。こんにちは、はい、すごい器がいっぱいありますけども、はいはい、こちらはどんなお店なんですか？はい、器とあとコーヒー豆とお菓子と雑貨、あと2階にカフェも併設しております。はい、中尾さんの特徴というとどんな器なんですか？そうですね、オーナーがハサミ焼きを作ってる長崎の中尾郷っていうところの出身なので、そちらの方の器をたくさん取り揃えております。時期なんですけれど結構温かみがある、はい、器が多いです。これ持ってみるとやっぱりこうすごく軽くて、ね、薄いですね意外と、はい、なんか何でもない感じですけどオムライスとかハンバーグサラダ乗せてもすごい可愛く、ね、和風じゃない家でも全然こう、うん、そうですね。こういった豆皿もすごくいろんなものがありますので、はい、いいかと思います、ね、ちょっとした豆でも乗せれば、ま、豆でも豆皿だけにおいしそうに見えますね。はい、これすごい便利だな。蓋みたいな、あ、これですね。これ熱さが逃げないようにしたりコースターにもできて、こうやってスプーンをこうしていける器は出会いですね。奥深いです、ね、はい。